こんばんみ、座敷わらしです。今日はラーメンかと、山口県山陽小野市にある人気ラーメン店、これを紹介したいと思います。場所はですね、山陽本線小野田駅から約10分、山陽自動車道小野田インターチェンジから約10分、190号線を下関側に走ると左側にあるラーメン屋です。めっちゃ美味しく、座敷わらしの大好きな味なんですが、この店一つだけ大きな欠点があるんです。その欠点は、平日の日にしか店を開けていないんですよ。営業時間は9時半から15時、ただしスープがなくなり次第終了です。この日は11時前に来ましたんで行列はありませんでしたけど、ここで選んで食券何を買うか決めていった方がいいと思います。後ろでずらーっと並ばれるとプレッシャーかかって、さて何をしようか迷っちゃいますからね。個々の食券の自動販売機は1万円札も入るタイプ。この日は特濃 A 級豚骨ラーメン670円と替え玉150円をチョイスです。席はコロナ対策で一人一人分けられて食べられるようになってます。安心して食べられますね。そして優しい言葉、寒い中のご来店、そしていろいろな制服課のご協力ありがとうございます。さてこれが特濃 A 級ラーメンですよ。中に入っているのはネギ、そしてチャーシューが2枚。ここのご主人、元和食料理人で大のプロレス好きですよ。見たらわかります。いつも新日本のライオンの T シャツ着てますから。以前は下関の調布で喜重という名でラーメン店をオープンされてました。マリンランドのとこでしたね。ネットでもね、美味しいと評判で一度車で行ったんですが、なんと私自分の運転する車に酔ってしまいましてダウン。店の前の駐車場で1時間ぐらい回復勤めたんですけど、元に戻りませんで、結局その時食べられずじまいでした。麺が残り少なったんで替え玉を頼みます。すいません、替え玉固めでお願いします。はい、食券でもいいですしね、現金でもいいです。替え玉すると薄くなるんですけど、中にタレが入ってまして薄くならない工夫がされています。真湯ですよ、ここのラーメン。そして胡椒はギャバン。最初の一杯は私何も入れずに食べることにしております。そして替え玉の時に胡椒を入れる味変、これがねまた美味しいんですよ。もう胡椒といえばギャバン。このトロトロチャーシュー美味しいですね。歯がいりません。串の中でとろけます。スープのとろみがあってとっても美味しいですよ、私好み。ここのラーメンはネギ多めです。女ネギ、これがねシャキシャキして美味しいんですよ。この日はですね、会社サボって病院に行っておりました。もうこういう時じゃないとここにはなかなか来れません。そ
そしてスープも最後の一滴までいただきます。ラーメンかと特の A 級ラーメン、めっちゃ美味しいです。おすすめ。